きなく。皆さんこんばんは、小春好美です。この番組は私小春好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は10月23日ということで、もう10月後半、そして A&G オールスターが終わりました。はい、あのね、思った以上に爪痕を残したと思う。この番組のスタッフさんもいらっしゃったんですけど、作家さんはいらっしゃってなくて、まあ、作家さんにお見せすることなくてよかったなっていうところがいろいろあったんですけれども、いっぱいお便りいただいたので後ほどちょっとお話ししていこうかなと思います。今回のイベント一言で言うとどうでした？成長できました、ありがとうございましたって感じ。はい、それではそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。ココネーム猫たくさんからいただきました。小原の声で聞きたい日本語、さんま。小原好みの心置きなく。改めまして、小原好美です。さんま、ココちゃん番組のスタッフの皆様こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております、ありがとう。まだ暑い日が続きますが、少しずつ秋を感じることができるようになってきたのかなと思います。私の場合、この時期に好きなサンマを食べると秋が来たなぁと感じます。仕事で出社した際にお昼に食堂に行くと、週始めの魚の日ということでサンマの塩焼きがあったので迷わず選ぶことにしました。小原さんはここ最近で秋を感じることはありますか？なるほど、すごい、食堂でサンマをいただけるんですね。へえ、いいね。食堂、私無印で働いた時によく食べてたな。食堂でね、ラーメンが普通の量で1杯250円とかだったから、美味しかったな。秋を感じること、分かりやすいところで言うと、フルーツがこうスーパーで並んでんの見ると、柿とか見ると、あ、秋かって思ったりするかな。あとは紅葉とかよく言うけど、都内はあんまりないよね。あるけどさ、学校の通りとかこう歩くと、あ、色づいてる木があるとかあるけどね。地元実家帰ると、結構自然豊かな地元だったので、秋を感じることはよかった。栗が落ちてたりとか。ああ、そう、栗だね。栗のお菓子とか結構出るよね。それで秋を感じていますかね。秋、栗、芋、干し芋美味しいよね。結局私にとっては食欲の秋なんですかね。はい、ではでは、普通歌読んでいきたいと思います。ココネーム、しゅんじさんからいただきました。ありがとうございます。初メール失礼します。お、ありがとう。A&G オールスター2022参加しました。ありがとうございます。普段はあまり見ることのできない他の声優さんたちとの絡みを見ることができてとても楽しかったです。特に同じ大沢事務所の先輩の、内山さんとのやりとり、いつもの青ちゃんとのやりとりが見ることができてとても幸せでした。罰ゲームの補修は大変だったと思いますが、ゴゴジャーの優勝を見ることができ、ファンとしてはとても嬉しかったです。そしてラジオでの宣言通り3つのポーズもされていたので、勝手に心の中で盛り上がっていました。またこのような機会があれば参加したいです、というメールでした。ありがとうございます。そうなんだよね、あんまりこう面識がない方とかももちろんいたんだけど、でもすごいいいバランスのいいチームワーク、全員女性なんだけど、のイベントを行うことができたなと思ったのと、まああとは、そう、内山さんとは
初めましてしたのは多分ね2017年とかの魔法科の劇場版でご一緒したのが一番最初だったんだけど、そこからちょっと間空いて、やっぱり無職転生かなでご一緒してから、あのとてもこう距離が縮まってきて、でなんだったらこの前くのいちのイベントもご一緒だったので、なんかイベントでの連携プレーみたいなのは出来上がってきてて、今回もそれができたのかなって思いました。いや、内山さん、ほんと頭の回転、いや、あそこに出てた人みんな頭の回転が早いからさ、どうやったら盛り上がるかとかさ、なんかこう、やっててみんなすごいなって、私も混ざってたけど、できてたのかなってちょっと思いながらやっていたんですが。あとはそうだね、青ちゃん、いたので。今回は芹沢さんとのコンビってことだったから、横に並ぶってことはあんまりなかったんですけど、でもなんか裏側でも、あ、なんかこの二人並ぶとなんか安心しますよねとかってすごい言われて嬉しいななんて思いましたし、あとはここでココラジで言ったポーズちゃんとやりました。ココラジポーズと無職無地ポーズとギャルピース、ギャルピースはどこでやっていいか分かんなくて、退場時にスッてやって吐けましたあ、ありがとうございました、バイバーイやって吐けた気づいた人いたみたいで嬉しかったです。はい、でもう一つあるんですよね、読んでいきます。ココネーム焼肉太郎さんです、ありがとう。すいません、小原好みの夢見るアンモナイトへのメールはここで合ってますか。え、あの番組やらないんですか。ココちゃんすごく頑張ってたのに。そうですか、残念です。ん、帰る前にダジャレを言ってけ。マジっすか、そうですね。エイリアンの爪めっちゃエイリアン。お後がよろしいようで。締めていいですかそう、イベントのコーナーで、あの謎解きのコーナーがあって、あ、そう、作家さんわかんないですよね、アンモナイトって、あのさらって言うんだけど、私も未だになんでアンモナイトが出てきたのか謎なんですよそうで、そのゲームで負けちゃった人、一番得点が低かった人が、あの罰ゲームという名の補修という名の罰ゲームを受けまして、パーソナリティ一人残り、客席は真っ暗、なんか青いライトが当たるっていう謎の演出の中、あの夢見るアンモナイトっていうちょっとぶりっこなこのラジオが始まる。もうね、リハをやった時から嫌な予感はしていたんだよ、こういうの謎解きが得意じゃない私は。でも序盤得点稼げたからいけると思って、やっぱ後半小顔追いがね追い上げてきたから負けてしまったね。うん、でもなんかああいうのをやる担当なのかなって改めて思ったのと、あとはあの客席全部があの敵に見えたのは初めてでしたシーンってしてる空間でアンモナイトについて語るくだりがめちゃめちゃ怖くて、そう、本当にファンの人からなんかアンモナイトのちっちゃいプレゼントもらったことあるんだけど、あ、もらったんですけど、なんか同じように持ってる人いますかって言ったら、みんな顔が無、何ですかそれみたいなどうしようと思って、そう、ダジャレも言ったんですけどね、難しかったですね。何ですか、ココラジでもアンモナイトコーナーやりますか。続いてのメールはいいですか。あのね、そうですね、アンモナイトやりません。皆さん、あのダジャレのメールは送ってこないでくださいね。はい、もう目の前にいるさ、作家さんといつも戦いながらこの番組やってるからさ、本当にイベントいらっしゃらなくてよかったなって本当あ、怖い怖い、あ、行きたかった、行きたか、来なくてよかったよ本当にはい、では続けて読んでいきます。ココネームゆあちゃんです、ありがとうございます。ココちゃん、ここにちは、ここにちは。川越祭りに行ってきました、わー、いいな。
何よりも今回は市制施行100周年のようで、29台ある全ての出汁が繰り出されていたそうで、町中で何度も、出汁を引く人たちに出会いました。一緒になって大きな出汁を引く川越の地元の人たちのつながりを目の前で見て感動して、たくさん写真に収めたので、よかったらココちゃんにもお裾分けさせてください。嬉しい。町の至るところで聞けたお囃子もとても素敵だったんですよ。私にとってきっと一生忘れない初めての川越祭りでした。お、PS、そんな川越祭りには大好きな恋人と遊びに来れたのでのろけておきますね。わら、それでは。やん、よかったね。いや、川越祭りは何度か行ってるんですが、最後に行われたの多分2019年だったんで、それ以来なんですよ。いや、本当に良かったなと思って。まあ、コロナ前に比べたらいろいろルールはできていたとは思うんですけど、そのルールの中で楽しんで毎年毎年行われてきたその歴史とかを引き継いでこうやって行うことができたのは良かったなって思った。行きたかった。でも代わりにじゃないけど、こう行ってね、お裾分けしてもらえて嬉しいなって思いました。あとなんか岸さんも2日間行かれるのかなと思ったら、やっぱお忙しいからちょこっとだけお邪魔したっていうことだったんで、ツイッターから知ったんですけど、そっかそっかと思って。だからね、なんかいつか、実はね、あるんだよ、月が綺麗チームでちょこっと行ったりとかしたことはあるのね、数年前だけど。そうで、2019年の時はエイタスと行ったりとかしてたんだけどね、また行けたらいいなぁなんて思ってます。で、今回のお祭りはあれだね、天気にも恵まれて雨が降らなかったんじゃなかったかな。そうだから良かったなって思いました。いいなぁ、屋台でかき氷とかいいね、食べたいな。来年は行けたら行きたいな。はい、では続けて読んでいきます。ココネーム、なおさんからいただきました。ありがとうございます。小原さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しくココラジを拝聴させていただいております。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとう。先日那須にあるアートピオトープの、水庭に無色無地チームで行ってきたとインスタグラムで報告されていましたね。アートビオトープは小原さんの投稿で初めて知った場所だったのですが、投稿された動画を見て、なんて素敵な場所なんだろうととても感動しました。ね、すごいよね。小原さんの動画からカメラで撮りたい構図もたくさん浮かんできて、本当に私がそこにいるような気になれてとても幸せでした。地元からもそこまで距離があるわけではないので、時間を作って必ず足を運んでみようと思います、というメールです。ありがとうございます。そうなんです、先日愛香さんと、カメラマンの愛香さんと、あと出版社の渡辺さんと3人で那須の方へ遊びに行ってきました。そうそうそう、インスタにも載せたんですけど、実は無色無地の撮影の候補地の一つだったんですよ。そうそうそう、私なんでこれ知ったんだっけな、なんかの雑誌で見て、あ、すごいと思って、で、作られたのがつい最近なの、2017年か18年なのね。アートビオトープってとこはあるんだけど、水庭が作られたのはここ本当数年前とかで、あれすごいのがさ、人工的にこう木も植えて、あとまあところどころこう可愛い感じのこう池みたいなあるんだけど、それも人工的に作られてて、ちゃんと川の水と循環させるように、下にね、全部こう管っていうか、こう繋がってるんですよ、水路が。で、川からの新しい水が来たら、ある程度めくってまた川に帰っていくっていう、なんかすごいシステムになってて、でも人工的に作られたけど、なんか幻想的で芸術的なお庭になっていて、いつか行きたい、いつか行きたいって、なんだったら写真集のずっと前から思ってて、で、今回っていうか、無色無地の撮影になった時に、行きたいって言ったんですよ。で、もっと言うと、冬行って、
あの湖のところは、まあ、凍ってるか、あの分かんないけど、あの穴みたいな感じになって、それ以外のところは雪で積もってて、なんか絵になるんじゃないかって思ってって言って調べたら、あの冬の期間は水庭は入れないんですよ。危ないかもしれないからって言って、そうだから、あ、じゃあちょっと撮れないねって言って、じゃあ違うところにしようって言って、確か新潟の方になったのかな。そうそうそう、でも実際新潟の方で撮れてよかったなっていう風に思ったんですけど、でもせっかくだったら行ってみたいですよねって愛花さんがずっと言ってくれてて、今回訪れることができてよかったです。あとはなんだ、ああいう自然のあるところ、なんか緑のあるところの空気を吸うって大事なんだなって思った。なんか浄化された気持ちだった。うん、あとはなんか仲良しだから、普通にそうだから、ドライブしながらああでもないこうでもないって、全員職種違うからさ、私は役者やってて、愛花さんはカメラマンで、渡辺さんは出版社の仕事で、今回いなかったけど伊代さんはデザイナーでとかって、だからなんか聞いてすごく刺激的だし、で全員表現の仕事ではあるから、なんかすごい楽しいなと思って、そう、またどこかの機会であの4人で集まってご飯しようねなんて話をしているんですけれども、また愛花さんとお出かけしようかなって思ってます。はい、みんな気になる人いたらぜひ行ってみてね。なんかコースでね、カレーをいただけるセットになってるコースもあって、私たちそれで行ったんですけど、カレーもとっても美味しかったです。はい、では続けていきます。ココネームかぐやさんです。ココちゃんは工芸体験とか興味ありますか？ありますよ。先日京都タワーで工芸体験ができるということで、狐のお面を作ってきました。小学生以来の絵の具にこんなに色を塗ることが難しいのかと、1時間も悪戦苦闘しながら納得いく仕上がりになりました。改めて物を作ることの難しさや大変さを再認識しましたし、ココちゃんもアニメで演技するときや写真集を作るときなど、たくさん苦労していたのかなって考えてました。でも今回のことを通じて楽しかったなという満足感もありましたし、今回の体験はいい経験にもなりました。扇子やガラス風鈴、湯飲みなんかも作れるので、京都に来た際はぜひ足を運んでみてください。という素敵なメール。写真もつけてくださっていますが、この作ったお面が何に使われたか私は知っていますよ。あの、くのいち椿のイベントの時の、あの、お花に添えられていましたね。本当にありがとう。とっても嬉しかったです。はい。あとは、そうだね、あの、ものづくりはすごい好きで、陶芸とか、で、ガラスの湯飲み、ガラスの湯飲みってか、ガラスのグラスを作るんだったら、あの、アソケンメンバーで作ったことがあるので、遊び遊ばせの。そう。だから、なんかまた行きたいなぁなんて思うんですけど、ガラスは難しいよね。膨らませるのが、一歩間違ったらもうなんかパーンってなるみたいな。のも経験したし、あとは膨らませるのがまず難しいとか、あと何があるかな、あ、でもね、やってみたいのが、今気になってるのが、プラスチックの、プラスチック、アクリルの、あの、アート体験っていうのがあって、ネットで調べてたんですけど、あ、それはやってみたいなとかって思ったんだけど、仕事のスケジュールとかもあるから参加難しいなと思いつつ、でもなんか自分で作った世界に一個だけのものっていいよなと思って、今こうスマホとにらめっこしてるんですけど、なんかみんなこういうのを体験したことありますよっていうのあったらぜひ今つぶやいてみてください。はい、ということで、ふつおたはここまでとさせていただきます。ここからはこちらのコーナーをお届けします。ポジティブに解釈しました。こちらは身の回りで起きたちょっとネガティブな出来事をポジティブに解釈して送ってきてもらうコーナーです。私の最近のポジティブに解釈しましたは、アンモナイトというラジオをやって大変恥ずかしい思いをしたんですけれども、何百人の前で、あれ何百人何千人わかんないけど、あんなにたくさんの人の前で
ギャグを言ってシーンとするっていうのはなかなかないと思うので、なんかものすごいハートっていうか、なんか強いハートになったんじゃないかなって思いました。いや多分なってねえな、なんかこの語り口調からすると。はい、では読んでいきます。ココネーム紫丸さんからいただきました。洗濯機をかけるとき間違って乾燥にしてしまって気に入っていた服が縮んでしまったのですが、ダイエットをするいいきっかけになったとポジティブに解釈しました。相当自信なんじゃない？ダイエットとかっていう問題じゃなさそうだけど、あ、でも気に入ってた服が縮んだんだったら相当ショックだったよね、きっとね。着れるかな、着れるのを願っているよ。はい、じゃあ続けて、ココネームゴンボホリさんです。毎回深爪してしまいます。でも爪を切る頻度が減るのでいいかな。よくないか。深爪痛いから気をつけて、マジで。私も最近ちょっと手の爪は長くできなくなってしまったので、伸ばせなくなってしまったので、そう、深爪ぐらい切った方がいいんだよなって。まあ理由は後日わかると思いますがね、気をつけてね。はい、では続けて、ラジオネーム地下2階から目薬さんです。寝坊しそうになりましたが、小村帰りですぐ起きれました。遅刻しないで済んだし、確実に起きれる方法が分かってよかったです。はい、小村帰りって何ですか？足がつる、はあ、痛かったんだ、辛かったんだ、はあ、その後は無事ですか？というか30歳で小村帰り知らないってちょっと恥ずかしいよね。今日知ることができました、ありがとう。大事にね。じゃあ続けて、ココネームココップさんです。ココちゃんとお揃いのカーネリアンの指輪を買いましたが、ココちゃんがいつもつけている左手の中指には入りませんでした。結果薬指にしか入らなかったのですが、右手の薬指の指輪には創造性を高める心の安定という意味があり、情緒不安定な自分にはぴったりだとなりました。行ったのかな、そのお店に。結構ランダムに指輪がバッてサイズバラバラであるから、探すと意外とあったりする。でもね、私がつけてるこの指輪は絶妙な厚さと、あと絶妙な、なんだろうな、色合いなんですよ。あ、今気づいた、今日スペアつけてきてる。そう、私万が一ずっとつけてきてる方がわって壊れちゃった時のためにショックでかいからスペアを買ったんです。でも今スペアつけてる方はもう触ってすぐわかるけど、多分割れやすい方かな。割れないけどね。もう一個の方はもっと丸みを帯びてて、いや、パッと見わかんないよ、みんな一緒やんって言うんだけど、あとちょっとグラデーションになってるんですよ。そう、何回もガンガンぶつけてるんだけど割れることなく。あと金属だと、なんだろう、シルバーとかだと色がこう黒くなってくるとかあるんだけど、天然石だとそれはないから楽なんだよね。でもいいね、創造性を高める心の安定大事だよ。うん、お揃いだね、ありがとう。では続けていきます。ココネーム AJ パンクさんです。このコーナーにメールを出したら、他のリスナーさんが送ったほぼほぼ同じ内容のメールが先に読まれていて、先を越されたと思ったけれど、心優しいココラジリスナーと内容が被るということは、私も心優しい人間になれているという証拠だとちょっぴり嬉しくなりました。なんかすごい、なんかお手本のようなポジティブ。いやでもほんとそうよ。なんか選ばれなかったからって落ち込まないでね。みんなでこう悩んで選んでいるから。ありがとうね。はい。ということで、すげえポジティブなこのコーナーで指輪のスペアをつけてたって今気づいた。あらー。まあ別に何も変わらないと思うんだけど。はい。ということで、
身の回りで起きたちょっとネガティブな出来事をポジティブに解釈したエピソードお待ちしております。小原好みの心置きなく。小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通た何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、ココネーム、しゅんじさんにお送りしたいと思います。 A&G 参加してくださってありがとうございました。いろんな私を見ることができたでしょう。でもココラジではあまりお見せすることのない荒れた小原を見て楽しんでいただけたのであればよかったです。あおちゃんに、うん、いつも通りだったって言われてはい、またお会いできる機会があったらいいですね。後日丸いステッカーが届くので、よかったら記念に受け取っていただけたら嬉しいです。そしてさらに現在 A&G ショップにてココラジグッズ第5弾アクリルキーホルダー、エコバッグ、グラスのココラジスペシャルセットが発売中です。ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです。そしてオールスターでグッズをゲットしてくださった皆さん、ありがとうございました。実際にこう目の前でグッズこんななんだってこう見ていただける機会ってなかなかないと思うので、いや嬉しいなって思いました。ありがとうございます。ではでは私からのお知らせです。アイアイスクリーンダブルにて、私はストッチを演じております。そして最近発表されたんですけれども、慶応義塾大学の三田祭にお邪魔いたします。日付は11月20日日曜日となっておりまして、小原好みのココチャンネルということでトークショーなんですけれども、学祭、はい、学祭だと私2019年かなの京都大学さんのイベントにお邪魔して以来なので楽しみです。ぜひ皆さんお越しください。そしてまだいろいろ後日こう情報が出てくると思うので、三田祭のホームページの方でチェック、情報チェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そして今回の今週の一言はラジオネーム日丹子ブーストさんからいただいた一言です。ヒントは今回だけだからね。はい、ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。夢見てアンモナイト、本日の放送はここまで。みんなにキュンキュンが訪れますように。それじゃあおやすみみゼミ。二度とやらない。作家さん目の前で拍手してるな。バイバイ。